水野忠しは、キー・新ング藩第十代藩主、第九代藩主、水野忠中の長男。天保九年十二月七日、キー・新ング藩第九代藩主、水野忠中の長男として生まれる。嘉永五年、初代部に任命され、父の忠仲と共に、紀州藩の藩政に参画する。桜田門外の変後の蔓延元年六月十四日に、父の忠仲が失脚し、 強制委員居処分となったことを受けて、翌15日に家徳を継ぎ、受法した大井の神に助任され、不賀老として、奇襲藩主、徳川持ぐを補佐した。作望が、先制的であった父とは違って、近言実直であり、活発で、土量も広かったため、周囲から人望を集めたと言われている。慶応二年、第二次長州征伐では、幕府軍の先方を務め、各地で、 幕府軍が敗れる中で、中日が率いる軍勢だけは、秋国最期軍を大野村まで進撃するという大戦果を挙げた。幕府軍が撤退する中では伝軍を務め、長州藩の軍勢もその中日の武勇を恐れて、追撃できず、鬼水野と呼ばれて威嚇されたという。慶応4年に1月のとは、伏見の戦い後、旧幕府軍の敗山兵を藩内に受け入れていた。 紀州藩は新政府の権威を受けたため、不画老の中美期が弁明のために上落し、1月14日に参加条の弁明を提出している。同年1月24日、新政府の維新律藩により、中美期は3万5千国の大名として認められ、新宮藩を立藩している。明治2年に藩籍奉還が行われると、新宮藩知事に任命されたが、 明治4年7月14日の廃藩地権により、面藩。新宮藩が正式に藩として存在したのは明治。維新後の数年間に過ぎなかった。同年9月、東京府に移住。明治17年7月7日、家族連により、男爵を除爵し、近景藩志向に任ぜられた。明治35年4月30日、神奈川県鎌倉郡鎌倉町の自邸で死去した。 63歳坊津。方法皇は、新徳院殿中間被厳大孤児。墓所は、神奈川県鎌倉市の高松寺、和歌山県新宮市の橋本山にある水の家墓所。長男の忠義は、同年1月の八甲田雪中行軍遭難事件で、遭難死しており、また息子の多くは竹に養子に出されていたため、当時4歳の蜂を、十吉が家督を継いだ。ありがとうございます。